が必要だからいい。完璧。そう、リラックスがいけるんだよね。第一関節だけを固めて、いい。完璧。じゃあ最初からいってみよう。良かったよ、全部リラックスしたらいけると思う。やっぱりあの連打のこと緊張したってどうしようどうしようって言って上の方が硬直しちゃうとこういう風に固まっちゃうと思う。とにかく固めるのは第一関節だけ。あとははい、最初からそういう音なんだよね。チェチェチェって音なの。ティンパニーになるとマレットって言って、マレットってあの棒の先がさ丸くなってるやつ。で、何布みたいのがくっついてる時もあれば、で太鼓もこうやって大きいからポンってやった時にチャッっていう音じゃなくてボーンっていう音になるんだよね。ティンパニーはそのボーンっていう音が欲しい。いや。Nice.
同じ打楽器でも違う音質が出るんだよね。で、このティンパニーのこの響きね、いや、これがここに繋がるわけよ。いや、ここに来たらトゥッティだよね。小太鼓もチャチャチャンチャチャチャンってやってる時にオーケストラがみんなで弾いてるから響きなんだよね。いや、そこまでは小太鼓のこのチャ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 っていう音がすごく前向きに出てたわけじゃん、表に出てたわけじゃん。今度はそのシャシャシャチャチャチャのクオリティは入ってるんだけど、それよりもこの大きな音の作り方のが大切になる。最後のところすごく上手だったよ。